食べる瞑想本日のゲストは禅に着想を得た心の在り方を磨く食ワーク「食べる瞑想」を開発マインドフルイーティングの伝道師禅イーティング代表西村桃恵さんです。<laughs> で一つ一つ心の成熟を促してくれるいいチャンスみたいなつまりすごい大江さんのやってること全部科学的に証明してるんですよよく噛んだ方がいいんだと思って今日から30回噛みますと思うとなんかその噛むことがタスクになっちゃうじゃないですかねそねこれからどんどんやっていきましょうどうでしたメンンバーを中心としたこの全インティングは 敵の中ででメイドイドンンジャパンなんですよねイイ食べる瞑想は。でこれどこまで受け入れられるのか、はいうん、日本国内にしても世界にしても、うんうん、今後の目標みたいなのはありますか今後の目標はなくってあの、うん、先ほどの精神性禅の精神性にもつながるかもしれないですけどあんまり達成意識でいかない。 ことを目標にしているっていうのは一つ、まあ土台としてはあるんですけど、今、はい、やってみたいなと思って、あのワクワク取り組んでいることとしては、えっと、まず日本語で今本を書いていて、うん、でそれは、えっと、出版が決まってるんですけど、ちょっと英語になればいいなと思っていて、な,るほどなので、英語でも本を書いていくことで、なんだろう。 文字から知識から入りたいっていうタイプの方も結構いっていらっしゃるんじゃないかなと思うの、ん、でいきなり体験じゃなくてどういいのみたいなところとか、うん、背景となってる思想私がどういうふうに考えてそれをやっているかっていうところの意図みたいなのも、うん、本で読んでからなら試してみたいと思うっていう方たちにも広がればいいなと思って本を書いていてそれを英語にもしていきたいなっていうのは割と近い将来やりたいことで。 あとはなんか<ー>あのありがとうございます <laughs> あとはなんかちょっとスピーカーとして登壇してさせていただく機会もちょこちょことあるので、うん、それはもう少し増やしていきたいなと思ってますそれも本と同じ理由ですああじゃあぜひバイオハッカーサミットであぜひ登壇させてください <laughs> <laughs> その 振り幅はいろいろありかもしれないですけど、うん、本を出すとか、うん、食べる瞑想の伝え方によって、はい、異なるコミュニティとかオーディエンスにね知ってもらってそこ、ね、からいろんな方が食べる瞑想を体験していただくってすごいいいと思います、はい、そんな中食べる瞑想を教える上で一番意識していることとかってありますか一番意識していることは例えばなんか日本と海外のお客さんとか違うと思うんですよねはい、はい あそうですね桃江さんのコアというかうん、うん、コアバリューというか全イーティングとしてこれだけは大事にしているみたいなのあるんですかうん、うん、ありますありますお<ー>うまく説明できるかなと思ってるんですけどあ一言で言うと頑張らないでいいよっていう肩の力を抜いていいよっていう時間になってもらえればいいなって思っていてそれをいろんな,な。 言葉を使ったり、じゃストレッチしてみましょうと。結構こう。全然オースじゃなくて。そうそうそう。そうなんです。そう。だから、やっぱりなんか習おうって、ちょっと前のめりで来てくださる方とか、勤勉、はい、で頑張り屋さんの方ほど一生懸命聞。 聞きいろいろ手に入れますみたいな感じで <laughs> いっぱいいるよ <laughs> ハーバードのあたりそうですよね <laughs> <う>あとすごいメモ取ってくださるからかもいても本当にもう全部パーフェクトなの <laughs> 学歴すごいのに何でもできちゃう人とかいるけどでもそういう人たちになんかすごい気に入られそうな感じがするからあ本当ですか、うん、そうですね確かにグーグルとかマッキンゼーの方とかが来てくれてまあ結構その高学歴だったりはい プレッシャーの中働いてる方たちは本当にこう何でも吸収しますっていう感じですごい謙虚に私の言っていることもすごいメモ取りながらとかスクリーンショット撮っていいとか言ってあとで復習するからみたいな。でメソッド化して覚えようとかってしてくれるんですね。第一ステップは目を閉じるのねその後深呼吸え深呼吸の前にストレッチだっけとかでおっしゃる方とかあと何回かめばいいんですか 食事時間は合計で何分がベストですかとかなんかそういう,こう習いますっていうプラスオンしてよくしていきますっていう姿勢じゃなくてリラックスしたその先肩がの力が抜けてくつろぎのその先に何かあるよっていうちょっとレイヤーというかえ見る視点が違うところを体験していただけたら一番嬉しいなっていうふうに思ってます。なるほどね まあ、つまり「enough」ってねもう十分あなたは頑張ってるから。十分です。そうです。ね、十分です。十分です。っていう。なんかそれってなんか全イーティングうんぬんっていうよりも百恵さんが百恵さんでいるために大切にしていることなのかなって勝手に感じてるんですけど<ー>ね。そうかもしれないですね。やっぱり私も含めてみんなこの 現代社会で頑張ってるじゃないですか <laughs> うなのでもう,もう十分持ってるよこれ禅でもね樽を知るとかってはい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 皆さんもご存知の言葉は禅発信とも言われてるのでなるほどね幸せの鍵かなとは思ってますいや本当にもうそこ見つけたもん勝ちだよねそう思えたら、ね、本当にそうですねいやー考えさせられるというかね <laughs> 食べる瞑想を今、はいうん、伝道師として、日本、世界にご自身のペースで伝えていきましょうという中、はい、その先ですよね。その先にあるウェルビーングは何なのかなって、やっぱり私はこうしたいですとか、目標がある人とかって、それに対してたてきも質問しやすいんですよ。でも、桃江さんは私はこうだから、広がって、で、 うん。とりあえずコアを大事にしてますってなると、ゴールがないわけじゃないですけど、質問しづらいっていうのが、インタビューとしての、ね。なるほど。まあ、気持ちかもしれないですけど、いや、桃江さんがやってることに、すごい、いやいやいや、めちゃめちゃ気になってることがあるんですよ。クラブハウスでフォロワーの皆さんと、今、グラティトードジャーナルしてますよね。 この間やりましたジャーナリング。うんジャーナリングそうそうそうはいあれってめちゃくちゃいいことだと思うんですよねはいはいおたて個人の意見なんですけど、うん、ありがとうに勝るバイオハッキングって個人的にないと思ってるんですよねあそうなんですねうん、うん、ありがとうが最強のそうそうバイオハッキングいや孤独感とか幸福感って。うん 感染するるってていう統計データが出てるのうん、うん、要は幸せな人の周りにいれば幸せになるしすごいね,ね孤独な人のとこ近くにいたらもうそれはねジオグラフィカルなデータで出てて立て木もですね朝起きたら頭の中でまず3人その日感謝したい人を思い浮かべる 習慣があるんですけど、うん、まあ大体妻と娘と誰かなんだけど、あ、今日はあの、はい、あともう一人、桃江さんでした。今日、対談するから、ありがとう。<laughs> 気持ちもう本当、<laughs> 朝起きて、うん、三人、たったった、みたいなね。<laughs> 瞑想とは違うんですけど、今、ウェアラブルで心拍数とか測れるじゃないですか。う、はい、うん、うん でありがとうって世話になった人とかを思い浮かべて、うん、こうありがとう、うん、ありがとうって思ってると、うん、スマホで <laughs> 心拍数が、はい、変わるんですかそうそう落ちるのねあすごいだから心拍数減ってこれって、はい、感謝する瞑想って言っちゃっていいのかなすごいですね心拍数減るんですねでもまあそういう大会ありま分ね 瞑想とか深呼吸するとかってそれはなることだから。うん、うんなんでジャーナリングをやってるの？あ、ジャーナリングはこれは深い意味はあまりなくって私の習慣で毎朝考えてることが頭をぐるぐるするので考えてることを紙に全部書くっていうのをやっててでこれはえっとなんなんていうんでしょうすごい全部書くんですな何を全部書くかというとうん、おはようとか <laughs>。 えー、今日は晴れてて気持ちよいねとかなんかそういうことから自分との会話を1日5万回してるっていうふうに人間は言われているらしいんですけどそれ<ー>サイコロジーの中でテクニックあるよね自分自身にメールを打つとかあそうなんですねそう自分のメールアドレスにそうそうそうはい、はい、で、えー、まあ ポーンって届くじゃん、はいはいはい、セルフトークのコーーセルフトクを見えないところで意識してないところで5万回やっているのを意識上に持ってくるっていうことでそのセルフトークがちょっとお収まるっていうか意識上に持ってこないと結構なんて言うんでしょう無駄にコンピューターの CPU を使っているというか。 あとちょっとネガティブな思考になったりとかもするような気がしていてなので書き出すことで全部の思考が意識上に一回上がってくるのでそこで一回空っぽになれるような気がしていてそれを朝一に私は a 4一枚ぐらいにわっと書いてるんですねすごいなそれちょっと俺もやってみよようかな整整整整理理整頓頓さされれるねますねでこれはなるべくかっこつけないで書くことが 私は心がけてやってることなんですけど。うん、まあ、これをやると。今日の。トゥードゥみたいな。そういう思考と。ちょっと違う視点で、自分の。一日のスタートが。切れる。気がしていて。うん、その後にトゥードゥ書いてます。なるほど。ウィルパワーの消費量もね、限られてるからね。そうそう。そうそうそう,そう、ね。前頭葉にある。なるほどね。いや、俺はそんな。なん 分かっっちゃいいるけどっていう話だよなあ,とあと結構やっぱり感謝の気持ちもすごい出てくるので書いてるうちに。いや書いてると多分自分の思考が書き換えられると思います。書かないと自動で考えてることも気付かず進んでいたものが書いてるうちに目に見えて。で<っ>例えばこの間マサチューセッツ工科大学の人に受けてもらった日とかは。 受けてもらった次の日とかは昨日本当に幸せだったなとか何か多分そういうことを書いていたと思いますし <laughs> こうやって少しずつ広がっていったら嬉しいなと感じているっていうことももう一度その自分で書いて確認できるっていう、ね、自分自身に素直になる一番の近道かもしれないね、うん、そうですねうん弱さも含めて 自分を入れるっていうい、ね、俺は朝に一番その日にやらなきゃいけないタスクをなんていうの仕事なりなんなりプロジェクトを一番最初に持ってきてるのねでどん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 一日が経つにつれて、うん、もう脳が働かなくなるからでもなんかそう分 <laughs> かっちゃいるけどそれって瞑想とかと一緒だよね。あそうですね、うん、瞑想もさ ね、忙しいのに何で何もしない時間をわざわざ作って <laughs> ね <laughs> ねそれ過去のポッドキャストのゲストの方ともいろいろ話したけどでも結局、うん、長期的に見ると一歩下がって二歩進んでるっていうねなるほどいや大事だわやっぱりそういうことをやろうとか、うんうん、もう 現にやっててでそれで「食べる瞑想の伝道師」ですっていうところにすごくメイクセンスするその意味が<ー>意味をなすというか、うん、あ本当ですかう嬉、ん、しいですなんかやっぱり心の成熟みたいなことを一緒にこう食べる瞑想を受けてくださった方と一緒にしていきたいなって思ってるので。 その視点かららメイクセンスと言,わ言っていただいたただ、ね、限りです <laughs> やっぱりヘルスウェルネスだと、うん、8つのヘルスウェルネスがあるんだよねいろんな分野うん、うん、でその真ん中にウェルビングがあるとたできは定義してるフィジカルヘルスとかメンタルヘルスとかあると思うんだけどうん、うん、全イーティングはやっぱりエモーショナルスピリチュアルヘルスが先に出るんだけど、うん、これもあのショーノートに貼っておきます感謝は、はい、ウェルビング えのめちゃめちゃ近道なんじゃないかなって思ってそれは例えばネガティビティを取り除く効果があったりとかあとグラティテュード感謝する習慣がある人は身体的にも健康というデータが出てたりとかあとはあのハートヘルスねその循環器系のいわゆる心臓病とかになりづらい血圧が落ちるとかそういうこととかもあるからやっぱりねヘルスウェルネスのセクシーな部分って。 いわゆるバリバリ割れた腹筋とか <laughs> そのみんなポジティブにイエーイっていうようなすごいキラキラしてるところが表に出がちだけどこういうやっぱ中から、うん、そのスピリチュアルだったりエモーショナルだったりうん、うん、自分の心とかをクリーンにするという習慣がある,あると。 表もクリーンになるんですよっていうのが、これもサイエンスベースで、ね、出てるってなると、じゃあ、のそう、うんどっから、ね、8つあるところからどっからやればいいか、うんうん、健康になりたいって思ってる人が、どこから行こうって思った時に、うん、案外、うん、全イーティングのようなアプローチをするのは一番クールなのかもしれないっていうことに気づいちゃったのかな、今回の。 黄金の経験では嬉しいですなんか食べるって一番身近な行為でもあって、うんえっと、今日から始められる今日から心がけられるじゃないですかちょっと丁寧に食べてみようっていうことってなのでこれを聞いてくださった方にとってもあじゃあちょっと目を閉じてから一口目食べてみようとかっていうことが食べる瞑想の第一歩なんじゃないかなと思うのでそういう意味ではなんかこう気合を入れて。 何か大きな一歩を踏み出さなくてもやりやすいっていうこともなんかウェルビーイングとスピリチュアルエモーショナルかの部分のル、うん、スピリチュアルエモーショナルウェルネスね、うん、の部分とかも体験するのにちょうどいいかもしれないですね、うん、俺が一番しっくりきたのはね口に含んで箸とか使ってるホークとかを置くっていうのうん、うん、あ,あれめっちゃいいねあ,あよかったですかこれ <laughs>、うんうん 経験したことのない方のために、ちょっとだけ補足させていただくと、はい、私のその全インティングの中で一口ずつ、そのカトラリーお箸とかを机に戻していただくっていうのをお勧めしていて、うん、で、そうすることで、今口の中に入っている一口に集中することができる。私たちは往々にしてこう。次の一口をまだえっと口の中に残ってるのに、次の一口を口に入れ始めるっていう習慣がある方も少なく。ない <laughs> <laughs> 少なくないかなと思うんですけどでも子供って子供ってそれやらないんですよね結構一口をちゃんとのみ,み込んでから次の一口に行くので<ー>これは子供親戚の子供を見ててこれを学んだんですけどあ昔はできてたのに忙しくなるにつれて<ー>大人になるにつれて私たちってこれできなくなっていったんじゃないかなっていうふうに仮説を立てて。で それをやってみると子供の時みたいなピュアな楽しさみたいなのがよみがえってくるのも感じてますし<わ>まあなのでいいそれが心地いいんですよ<れ>本来は多分呼吸も一緒だよね,ね知らずのうちにみんな口呼吸になるもんね、うん、口呼吸してたらおっぱい飲めないもんね。うそですねそうですね,そうです,ねうすごいわ サイエンスのあれでもさい,い,いろいろ言いたかったの、うんうん、食べる早い人とか、うん、あやっぱ口呼吸の人とかって呼吸できないからさ早く飲み込まないとって,ってうんでも結果的にそういう人って交感神経優位な状態だからうんまあこれもねニワトリが先か卵が先かなんだから <laughs>、うん、いやめっちゃくちゃ考えさせられるねいや嬉しいですね 最後に感謝っていう話が出たので食べるっていうことと感謝するっていうこともこう丁寧、うん、に食べるとつながってきますよね私も声かけ食べる前そのガイドの中で結構この食べ物とのつながりとかその背景にあるものとのつながりか環境とのつながりみたいなことを言うと結構これアメリカ人反応いいんですよあなるほど、ね、この間のマスチューゼッツメンバーもそうおっしゃってましたよねあ、えっと、確かにねそうそうだな どこから来たのか、すごく想像しました。その土とか家庭とかを想像しました,た。そうそう,そうイ、インターコネクテッドネスっていう。 相互につながってるっていう、ね、繋がっているっているうことですよねだから自分がその農家と離れた関係じゃないっていうことを感じることが幸せにつながったっていうコメントだったと思うんですけどこの彼の体験の中ではそうだったんだなと思うんですけど,など、ね、なんかアメリカ人はここの反応がすごいいいなってさっき日本人とアメリカ人の違いっておっしゃったでそ,のそういうのう、えっと、ん。 なんか自分は一人では生きていけないんだって感じること、うん、一人じゃなくて多くのものに支えられているんだそしてそれでいいんだっていうかそれが自分を成り立たせてるんだだからいろんなものに、まあ、言葉を選ばずに言うと頼りながら生きていっちゃおうって思うことが、えっと、感謝もちろん湧いてきますよねねなるほどね自分一人で頑張ってる私の命は自分一人で。 運営しててるんだって思うものに,にも感謝をしないっていう佇たずまいになるしそうするとなんか幸せも自分だけで作っていかなきゃいけないっていうので肩がさっき私が肩の力抜いてって言ってたのはそうすると肩が上がってくるんですよね自分だけで幸せを担保しなきゃ一人で幸せを作り出さなきゃって思うと肩に力が入るんですけどあ周りに支えられてるんだって。 まあ自分はちっぽけな存在なんだとまでは思わなくていいんですけどそういう思考回路になると感謝とそしてリラックスくつろぎが同時に訪れるかなって。なるほどねだからいただきますとごちそううさままななんだ、ね、そうなんだだねそそと思いますそこに地産地消とかあとはその中でサステナビリティとか持続可能で。 いやだからこういう哲学でもないしアイディアやっぱ一つの形としてライフスタイルに組み込んでそこからだよね、うん、ああしましょう,う、ね、こうしましょうっていうのはそうですねそうですねいやー <laughs> ライフスタイルに組み込むのはさっきの一口ずつお箸を置くだけでもいいと思います。私のためにもお,、うん、にお箸置き作ってるんですよ。あた見た見た見た。ちゃんとアメリカまで送ってよ。<laughs> 送ります、送らせてください。全イーティングって書いてあると置きたくなるかなと思って。ううでもなんかそう、置くようにプログラムされちゃってるからさ。一回そのセッション受けたらと全然イーティングみたいな。<laughs> そうそうそう,そう、ね、<laughs> 入って置くだ。けでも でも絶対コンディションによってはさ、いや、今日はちょっと食べさせてよみたいな日もあるだろうし、<laughs> ありますあります、それも OK なんです。落ち着きたいときは、ううあって気づいたときはって、それもコンディションによると思うけどね。そう、でもどっちのコンスタブルも自分に取り入れるってあの、自分はどっちも心地いいんだっていうことを一回インストールするっていうのはいいのかもしれないなと思います。なるほど。いやー、まさにゴールドエクスペリエンスでした。うん いやじゃあ最後にもも、うん、さんは食べる瞑想の伝道師として次世代の子どもたちや一般の人々に一番何を伝えたいですか改めて。何を伝えたいでしょうね。やっぱり禅の考えとか食べる時の大切さとかあと、うん、ウェルビーイングにつながるってあいろいろ今ね。うん 言っちゃいましたけど二人で、はい、<laughs> 改めて何ななのかそうですねじゃあ結構もう大体網羅していただいたと思うんですけど改めて言うとすると、うん、日常のこの身近な食べるっていう行為を通してウェルビーイングを体,体験できるそして体現できる自分自身が体でそれを感じられる時間を一日1分でも 30秒でもこう目を閉じて匂いを嗅いでみるとかっていうことであそうそう私こういう時間好きなんだって思い出していただけることがなんか第一歩としていいんじゃないかなと思っているのでぜひそこからその30秒がだんだんとこう心地よさとともに膨らんでくると結果的にはその大きなものを目指していなくても、うん、なのでウェルビング頑張るぞってやらなくても。 丁寧に食べる30秒を今日やってみることがなんかその未来の、まあ、今子供次世代の子供っていうあのキーワードが出たので未来にとってそれが少しずつ大きくなっていく、はい、そのスパイラルで大きくなっていく種になるんじゃないかなと思うので感謝をしながら食べるっていうのを。 やってみていただけたら嬉しいなと思います。いや伝わりました。それでね、<laughs> その m o さんの考えに賛同する多分野のプロフェッショナルもどんどんね、あの <laughs> 混ぜてってね。はい。もう、ね、全イーティングこれからどんどん進化していくと思っているので、<laughs> タデキの中であの <laughs> 余計なお世話ですってあ思ったらいつでも言ってください、ね。いやいつもありがとうございます。いやいやいやまあね。サポートしていただける方がいやタデキさん。 皆さんといてくださって<や>私が手が届くあの人数が限られてるのでこうしてこう広げていっていただけるとすごい嬉しいです多くの人にねこう届いたら嬉しいなと思ってますいやきっとこの全イーティングは人々にとっての共通言語になる可能性があるので今日全イーティングしたよっていうそうですね同心になったら嬉しいですね,ねいやーじゃあ エピソードフォエピソード14、本日も黄金の経験でした。じゃあ、お時間なので、はい、こんな感じで、はい。終わりたいと思います。ありがとうございますた。桃江さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。ということで、本日のゲストは、西村桃江さんでした。 全イーティング有意義な時間にするための食事との向き合い方。いやー、先ほどですね、今アウトロを収録してるんですけど、対談無事に終えて、いや、今回またね、縦木のゴールドエクスペリエンスでしたで。その後、リスナーの皆さんと交わって Q&A というね、もうライブで収録を聞いていただ いただ Q&A でもお話ししたんですけど同じ方向を向いているコンパスを持っている人たちが集まってきてくれてでしかもねてきとか桃江さんよりも下の世代の子たちがそこにねあ同じ価値観を感じてあやっぱ人ですよねとかやっぱそういうところを大事にしたいですよねっていう話も聞けて。 ぜひ、次の世代にもその価値を共有していってほしいし、盛り上げてほしい、うん。でね、対談後の Q&A で盛り上がってる中で、クラブハウスで有名な方たちが参加してきてですね、有名なシェフの方とか、あとはいろいろな出版とか、ね、それこそ桃江さんが先ほど、ね、Google で全 Eating のプログラムを提供しました。いや、マインドフルネスの ねプロジェクトにあの、一番最初に参加したっていう方とかも,も直接入って、もうなんだこれはこの盛り上がりって。はい。縦もすいません。ちょっとヒットポイント。もう限りなくゼロに近いです。はい。ベホマかけてほしいです。もうボロボロっす。でもね、体をほぐして、呼吸で、体を緩ませて、桃江さんの声に合わせて、もうゆっくり時間をかけて、一口ずつ丁寧に食べる。 このマインドフルイーティングをやっぱり経験してね、本当に気づきました。改めて、タテキの学んだ応用栄養学の限界を感じたというか、それはちょっとね、うん、まあ、しっかり勉強してきたから、そこは <laughs>、そんなプライドを失っちゃいけないよね、タテキ。まあ、でも、全然ね、冒頭でも申し上げさせていただきましたけど、健康的な食べ物も、不健康に食べれば不健康になる。 それを改めて、ウェルビーイングの視点から学べた気がします。ね。でまあ、最後に、全イーティング全善ですよ、全。自らを律し、万物に感謝し、無駄を省き、生き方を見つめ直すことなのかな根本的な善の考えを食に取り入れる。て木がワクワクしてるのはで,ですね、この。 今の全イーティングと5年後、10年後の全イーティングは違ってくると思うんですよ。やっぱりテクノロジーも進歩するし、人間として何もないところで心を落ち着かせるスキルを持ってから、全イーティングとか参加しろよという意見もあるかもしれないですよ。でも我々がクラブハウスで出会って、今ここで掛け算から生まれる学びや気づきって、きっと立木にも桃江さんにも返ってくると思うし、 そんな中でね、全インティングも進化していく気がします。ということで、ポッドキャストの内容が良かったら、高評価、YouTube ではチャンネル登録、まあ、つまんなかったら低評価でもいいですけど、ね、タテキの黄金の経験、ゴールドエクスペリエンス、タテ機テックショー、今後ともよろしくお願いします。本日はありがとうございました。どうもありがとう。オブリガード。